全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。5組目のキャンパーさんに突撃しようと思います。すいません、こんにちは、タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。早速いろいろとお伺いしたいんですけれども、今日は、どういったメンバーでキャンプに来られてるんですか？大学の友人で、今日はこの2つの、サイト、テントが2つあると思うんですけれども、この2つで6名が寝ると。そうですね。なるほど。いいですね。だからカンガルースタイルというかちょっとはみ出てますけど、ね、そうですね。だいぶメッシュはみ出てますけど、あれ夜どうなるんですか？いや、どうしようかなと思って今悩んでるところ。じゃんけんで負けた人とか。そうですね。なるほど。それかもうみんなで雑魚寝しちゃおうかなって。あっちの方でですね。ふもとっぱらにはよくいらっしゃるんですか？いや、もう3回目とかもね。3回目。いつもはどのあたりでキャンプをされるんですか？いつも岐阜の方とか長野の方が多いです。あ、そうなんですね。ちょっとじゃ早速キャンプギアについていろいろとお伺いしたいんですけれども、まずこれ目の前にあるこのランタン、この2つはそれぞれ何というものなんですか？ベアボーンズのビーコンライトと、はいはい、ビーコンライトと、あ、これもベアボーンズですか？はい。あ、僕これ初めて見ました。あとフォレスト覚えてないです。これちょっとつけてもいいですか？つけていただいてもいいですか？はい、はい、これはあそこ回してちょっと古いんで、今最新タイプだと押してつくやつがあるんですけど。あ、そうなんですね。ちょっと古いやつ。おお、まあ吊り下げてもいいし置いてもいいしと。はい。あ、で こっちちょっと独特ななんかこう光の模様が出るやつですよね。よく思います、うん、僕もこれ持ってるんです。そうなんです。これ一番いいんですよね。うん、ああいいですよね。お気に入りのなんと夜が雰囲気いいですもんね。はい。これ一個だけめちゃくちゃ明るいじゃないですか。確かに。なるほど。で、まあ、テーブルがユニフレームが2台、はい、1、2、3、あ、3台あって、椅子がヘリノックス、これもヘリノックス、はい、うん、で、あっち、このこれはこれはキャプテンスタックのベンチですかね。ベンチですね。はあ、はあはあ、はい、あ、でスノーピーク、スノーピーク、はい、とジャーナルスタンダード。一つだけちょっと異質な、まあ、メーカーとしてはこう系統ではないと。で、これ焚き火台はこれどこのなんですか？これが、はい、ユニフレームみたいな、ユニフレームの、ファイヤーグリル。ファイヤーグリル。これっていうのはオプションでつけたんですか？これ。オプションで。この横の。持ち主ですかね。持ち主です。じゃあ今日はそれぞれこうミックスするってことですよね。はい。ああ、はは、なるほど。あちらのテントの持ち主は、あ、僕です。あ、ちょっとじゃあこのテント非常に人気だと思うんですけれども、はい、これは何というテントなんですか？これはツインピルツフォーク TC っていうテントです。ああ、これメーカーは何というメーカーなんですか？小川さんの。これ薪ストーブは最初からこう使えるようなテントっていうことなんですかね。一応 TC なんで入れても大丈夫かなっていうので使ってる。なるほど。結構広いですね。これだけ広ければ、まあ確かに6人ぐらいは余裕ですね。そうですね。じゃあ夜は寒くなったらここでみんなでゆったりしようと。はい、で、これ薪ストーブ、これめちゃくちゃいいやつじゃないですか。はい、最近買いました。あ、そうなんですか。これどこのでしたっけ？これが G ストーブ。 G ストーブ。おー、ストーブといえば G ストーブっていうぐらい有名ですもんね。これ最近ってことはもう本当今シーズンから使い始めたの？そうです、今シーズン買って、はい、まだ使うの3回目とかですね。あ、そうなんですね。どうですか、使ってみて。やっぱあったかいし楽しいし。あったかいし楽しい。はい、もう最高っすね。確かにあそこから座ってこれ見ながら、はい、そこで調理したりとかもできるんで。この上で、はい、ちなみに今までこう何作られたりしました？ローストビーフとかも。あ、ローストビーフ焼けたり煮込みとかもいろいろできるんで。これはこの上はここをこうなんか巻かれてると思うんですけど、はい、これはなんかこう何を巻かれてるんですか？バイクのマフラー、マフラー用の耐熱のやつを巻いてます。はははは。へえ、やっぱこれを巻くことによって、まあ、このテントに傷がつかないとか焼けないとか。そうですね、保護しようかな、うんうん、一応これだけでも結構保護の能力あるんですけど、まあ、念のため、はははは、オプションで G ストーブのオプションであるんですけど。あ、そうなんですね。で、この中のこのテーブルはちなみに何というメーカーさんですか？ハイランダーの、ハイランダーロールトップテーブル。あれが、あれがキャプテンスタックとかですか？多分そうです。なるほど。まあ棚があって、はい、であちらの奥が、コット。コット、はい、コットはあれは何のメーカーですか？クオルツ。クオルツコットですね、うん、に上に乗ってるのがサーマレストのマットですか？あれは、はい、そうです。でその上がなんかナンガさんの寝袋。寝袋、はい。いつも基本的にはこうグループで行かれるんですか、キャンプは？
グループですね、2人以上。2人以上、はい、あまりソロキャンプはしない。ソロも2回ぐらいやったことあるんですけど、うんうん、はい、まだこれからですね。このテントっておいくらぐらいしました？これはでも5万ぐらいです。あ、そんなに安いんですか？ワイルドマンの初売り、はい、今年の初売りで安くなってるタイミングだったんで、はあはあはあ、それで5万ちょいぐらいで、たまたまあと友達が朝から並んでくれてたんで、はい、あ、そうなんですか？ちょっと買っといて。いいですね。その友達は今日もいるんですか？今日はまた別。いないですね。あ、そうなんですね。別の友達なんですね。はい、今まで行ったキャンプ場で、なんかベスト3みたいなのあったりします？ここはもう自信を持って自分の中でおすすめできるというか。一番良かったところっていうのが、陣馬山。お、陣馬形山ですね。陣馬形山、はい。あそこが、景色が一番良かったです。まあ、まあ今年から有料になりますけど、前が、あ、そうですね、ゆるキャンのあれですね、ロケ地でも使われてるところですもんね。はい、景色が良すぎて、おお、どのタイミングでも酒が進む感じでした、うんうん、なるほど、どこ見てもつまみになると最高ですもんね。最高でした。それいつぐらい行かれたんですか？あれは昨シーズン。昨シーズン、はい、11月と。陣馬形もこれ貼ったんですか？これはその時はユドゥンとサーカスを貼りました、うん、あ、なるほどね。他に何かあります？このキャンプ場おすすめというか、思い出に残ってるみたいな。もともと大学の時に始めたんですけど、はい、うんうん、その時によく行ってたのが、うん、秋葉神社前。秋葉神社前、はい、おー、そこが600円で泊まれるっていうところで、はい、学生に優しかったんで。それはどこ、何県にあるんですか？それは浜松。浜松、あ、静岡の浜松にあって、はい、うーん、景色もいいんですか？景色は、まあ、川沿いで、なんか、うん、最初に始めたんで、そこで、うんうんうん、それ、あ、思い出深いところですね。うん、なるほど。いや、いろいろとありがとうございます。ちょっとじゃあ、お連れ様にもいろいろ今から聞きに行こうと思うんで、はい、一旦ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと聞きに行きます。今、お仲間の方にお話を聞きに来ました。今日は、まあ、一緒に来られてると思うんですけれども、はい、普段はいつもこのスタイルでキャンプをやられてますか？そうですね、普段はもう基本メインがサーカス TC で、うん、サーカス TC の中に、まあ、テントインテントみたいな感じで。今日はちょっと人が多いんで、うん、この、まあ、安いやつなんですけど、はい、入れてここで寝ようかなっていう感じなんですけど、うん、普段はコットで、あ、コットスタイルなんですね、はい、ここで寝るっていう感じ。ところで今ここめちゃくちゃ暖かいんですけど最高ですねこれ、はい、これは何ですか？これは豊臣のレインボーランタン、はい、おー、いいですね。このなんか炎の揺らぎがすごく綺麗ですね、これ。虹色になるので夜とかは、あ、夜はやっぱ虹色の色がすごいですか？綺麗ですか？そうですね、綺麗ですね。ちょっと今日風強いんでこっちに避難してますけど、なるほど。今キャンプ歴どれぐらいなんですか？キャンプ歴はでも 4,5 年ぐらいですかね。じゃあもう皆さん基本的に同じぐらいのタイミングで始めたっていう感じなんですよね。一緒に始めて、うんうんうん、で一緒にギア集めて、あ、大体キャンプ行くときは一緒に行ったりとかして。あ、そうなんですね、はい、このサーカスはどうですか、はい、こう使い心地というか。使い心地、見た目がいいです、ね、確かに、はい、これ彼もサーカス持ってて。あ、そうなんですね。前ちょうどふもとっぱらでサーカス2台向かい合わせて、はい、天幕のタープを張って、はい、スイングだったかな、あ、連結させて、ちょうどトップとトップを連結させてつなぐスタイルで、ちょっと、まあ、フィルトみたいな形にしてやるっていうスタイルでキャンプしたりとか、はいはいはい、へー、いいですね、はい、この中のこのテントはこれはなんか特にこう何かのメーカーとかってはあるんですかね？激安、激安フィールドア、あ、フィールドアさん、おいくらぐらいでした？多分5000円ぐらいの。5000円、はい、コスパいいですね。でもみんなで泊まる時用というか、とりあえず雑魚寝で寝る時用に、うんうんうん、はい、買っといたやつ。なるほど、こういう時用で。さっきお友達にもお聞きしたんですけども、はい、これまで行ったキャンプ場で、はい、ここはすごく思い出に残ってるとか、はい、良かったとか何かありますか？強いて言うならここですね、はい、あ、ここ、はい、ふもとっぱ、ここが僕ら最初にキャンプを始めた場所だった。あ、皆さん、はい、あ、大学の時みんなで行ってみようと。3人ぐらいで、とりあえず彼のお父さんが持ってるテントとタープで、ちっちゃくこじんまりとしたキャンプをあの辺でやって、そこからハマっていろいろ買い揃えていったので、はい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 、ここですかね一番。へえ、思い出に残ってるとですね。なるほど。いや、いろいろとお聞かせいただきどうもありがとうございます、はい、今日は皆さんで楽しまれてください。ありがとうございます。
MSR の小さなテントで、はい、中に、ま、ちょっとだけ前室があると。封筒型珍しいですね。ヘリドックスですかね、はいはい、おおいいですね。かっこいいですね。そうなんですよ、ムラコっていう日本のブランドですね。へえ、はい、このなんかメッシュの感じもかっこいいですね。ヘリノックスの一番大きいやつで黒が欲しくて、はい、韓国から輸入しました。小川の、タッソっていうで今年出たばっかり、今日初張りのテントです。あ、そうなんですね。ウィンフィルズっていうあの別のテントのハーフインナーをインストールしている。